皆さんこんにちは、小野田道久です。今回も添田剛プロをお招きしてお送りしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今回はですね、プロの対決シリーズということで高尾プロと添田剛プロに試合をしてもらいます。どうでしょうか。どうでしょうかってね。まあテンポイントタイブレークなので、はい、それはね、3セット5セットは無理ですから、はい、あれですけどもね、何度か対戦もあって、はい、ダブルスもね、出敗でも組んで経験もありますし、そうですね、お互いの基礎はちょっと知り尽くしてるところが、はい、いやもう分かってるだけにね、ちょっと知り込みと言いますか、はい、怖がっちゃいけないと思って自分を今日は奮い立たせます。僕は、まあ、ただ高尾プロも、まあ、今年の最初まで現役でしたから、はい、まだまだ体が衰えていくとかね、そんなのは関係ないですから、まあ、ガチで対決してもらいたいと思います。じゃあもうこれが引退試合でいいですか。いいですね、いいですね、はい、そうしましょう、はい、これがもう引退試合、うん、そうしましょう。添田選手にチャレンジできるなんてね、うん、そんな企画ないですから、それぐらいのつもりで、はい、はい、いきます。使うボールなんですけども、はい、今度のフレンチオープン、全仏オープンですね、ローランギャロスのオフィシャル、ね、はい、はい、オフィシャルボールとしてウィルソンさんがね、のオフィシャルボールです。 Please subscribe。 添田選手のストロークであったりリターン力であったりっていうところをこう勝負しなきゃいけないと思うんです。で、僕のサーブであったりネットプレーであったりスライスをうまく駆使して、神経勝負をしたいと思います。サーブアンドボレーしてきたら全部リターンエース取ります。絶対勝ちます。負けられないです。アップボタンで、はい、アップ、はい、アップです。サーブで、はい、じゃあ4球ありますんで、はい、1球持ってます、はい。いやドキドキするね。高尾プロ頑張れ。お願いします。代表だからね。代表、そう。スターテニスアカデミー代表ですから。はい、代表としてお願いします。お願いします。いや。とても丁寧。ゼロワン。惜しい。でもリターンがダイレクトに飛んでくるね。ここはオーナープロバックに打っちゃダメだよね。そう、あそこは一番危険なゾーンですよ。ゼロツー、ゼロ二です。滑ってる、スライス滑ってる。わー、跳ねるわ。全然跳ねさせてポイント取りました。ミスしない、作戦通り。守りが硬い。すごいな、この対決。うわ、そこに入った今。なんか悪かった。全然悪くない。そう思うよ、俺も。うん、やばいな、やばいな。ああ、でした。ちょっとなんかこういう時は変えていかないといけないですね、流れを。まあ、打つコースを変える、スピードを変える、まあ、変えれるところはやっぱり変えていかないと。次はストレートにリターンエース取ります。おー、初めて打ちに行った。でも今ね、完全に狙いに来たからね。5-0 だからリターンエース狙いに来ましたよ。危なかった。いやー、今のはナイスサーブでした。思ったより早かったです。いやー、どこに打ったらいいかわからんね。どこ打っても返されそうな感じがする。でもこれから高尾選手もなんかサービスのスピードが速くなってきたので、ちょっと油断すると危ないかもしれないです。いや、スライスが深いので割と本当に警戒しないとやられます、ね。ああ、
狙わざるを得ないな。インターのプレッシャーです。そう、なんかあれだけサーバーがねプレッシャー感じることないですよ。しっかり返されてるから。完全に狙わされてるね。16です。悪い、なんか悪かった。悪くないよね。全然悪くない、全然悪くない。そうだよね、うん、そう思う俺も。何も悪くないです、うん、むしろいい。いいよね、うん、いや、今のはちょっとできすぎました。完璧でした。足の力がやっぱすごいっすよね。決めた。やだ、ナイスショー。今の5点ぐらいくれる。あ、もう10点あげる。10点あげる。今のはすごい。今のは今の出方も完璧だったし、ラリーも深い。お互い最後手首だけで高尾プロ持ってきましたね。今何点もらえますかね。5点から7点ぐらいもらってもいいかなと思うんですけど。片手じゃないとちょっとできないプレーですね。いや、ナイスプレーです。フェデラーみたいな。ありがとうございます。ナイスプレー。よいしょ。サーバンドで。ああ、アウト。よし。でサービスポイントになってくるとリズムがやっぱ良くなってくる。逆つかれた。ナイスショー。まあその前のボールがやっぱ深い。ナイスショー。はい、ナイスショー。チェンジコートですね。あ、チェンジコート。これを YouTube で見れるわけ。それすごいですね。まだリターンエース1本も取ってないんで、マッチポイントは、まあ、あのリターンエースで締めくくります。あ、当たり前だけど強いわ。ひしひしと感じますね。100位前半の選手ですからね、今はね。年齢関係なく強い。48です。全然悪くないけど。いやーもうね、いや今のもね確実に打たせられてるんですよ。すごい。無理に抜きに来ないで確実に打たせてこっちのミスを誘う。よし、リターンエースでいきます。はい、4球マッチポイントです。そちらのすごいな。ナイスショット。ナイスショット。ナイスショット。すげえのが来た最後。狙い通り。見た。いやー、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そうね。We are Japan's number one tennis channel, Star Tennis Academy. ただいまの試合10対4で添田選手の勝利です。おめでとうございます。おめでとうございます。ちょっと感想を聞かせてください。いや、あの久しぶりに高尾さんとシングルできて、あのサーバンドボレーだったりリターンダッシュしてくるスタイルなので、僕は結構好きとか得意とかそういうんではなくて楽しいんですよ。その、うん、駆け引きとか、うん、リターンをこっちに打ってやろうとか、リターンダッシュしてきたらどうパスを打とうとか、うん、駆け引きがすごい多いから、うん、こっちもなんかこうシンプルに考えられる。とにかくあそこ打つだけに集中とか、そういうことがあるので、うん、なるほど、こう高尾さんみたいなスタイルすごく好きなんですよね、僕は。
やってて楽しいです本当に。狙ってリターンエースになりましたけど、あれはもう完全にリターンの時は決めてもう入っちゃうんですか。決めてます。もうここ来たらここ、ここ来たらここっていう感じで、うん、いや、どっち来てもこっちっていう。なるほど。で、まあ、もちろんあの厳しいコース来たら返すだけってなっちゃう時もあるんですけど、最後みたいなやつはもう最初からストレートに通ったら決めてました。まあ、高尾プロのあれだけ低いスライスを引っ掛けることないじゃないですか、うん、で前に出てきてもしっかりこの白帯のギリギリを狙って通ってくるんで、うん、まあ、そこはさすがですよね。ちょっとびっくりするぐらいのボールコントロールでしたけども、高尾プロいかがでしたか。40ですけど、うん、かなり満足はしてます。負けた感じしないでしょ。いやいや負けてますよ負けてます負けてますけども、なんていうかやっぱずっと瀬田選手が、プロになった時から一緒にねナショナルチームで練習したり、はい、こう出杯でもお互い一緒に対戦を相手国のに向かって対戦するっていうことも何度も経験してて、はい、やっぱこう見ていく中でやっぱか瀬田選手のそのなんかすごい成長っていう、うん、もちろん 今のテニス その強さっていうのもすごい感じることができたし、まあ、僕は今日ストローカーじゃないんで最初のはスライスでちょっとゆっくり、ね、こうペースをと思ったんですけど、はい、もうそんなことしてる場合じゃないと、はい、で、まあ、リターンダッシュを、ね、試みたりサーブアンドボレーしたりいろいろしましたけど、まあ、これだけプレッシャーかけても確実にやっぱもう一発目から抜かれるとやっぱ出る方としてはね、うん、なるほど。でも出なきゃいけないんですけどね、はい、でも出たら2ポイント前最後あったようにやっぱきちっと打たせられちゃ う、うん、あれをね無理にね引っ掛けたりこう力んでくれてコースが甘くなってくれるのを望んでるんだけど、まあもう当然分かってたことだけど改めてこうやって対戦することができて感じましたね。添田選手から、まあ、シングルスで、まあ、軽く、まあ、大事なところ、うん、まあ、こんなことに注意したらシングルス楽しくなりますよみたいなところありますか。なんかもちろんね、勝つことを前提にプレーするのは大事なんですけど、そのなんだろう、練習でやったことを試合でやらないと絶対成長していかないので、うん、あるポイントではじゃあリターンダッシュちょっと挑戦してみようとか、うん、サーブアンドボレーやってみようとか、例えばボレーが好きな選手は逆にちょっとストロークで、うん、粘ってみようかなとか、うん、そういうことでテニスで成長していくと思うので、なんかこうもちろん目先の勝利も大事なんですけど、長い目での自分のなんかこうゴールとかレベルアップっていうことはやっぱ試合の中で試していくことが大事だと思うので、まあ、それが結構シングルスの楽しさではあると思うので、そうですね、はあ、自由なんで試合は、はい、何やってもいいんですね。これでインタジュアでいいですか僕は。あ、いいですか。まだ一応スターテニスアカデミーの代表としてこのチャレンジを引き受けたんですけども、いや、次はじゃあ小野田プロにね、いつか。いや、僕はね、いつかもちょっともうやめてもう 7,8 年経ってますんで体が見てこの汗すごいよ、いくら湿度高いとはいえ、ね、この汗はなりますよ、ね、この強い相手じゃないと出ないですよ。はい、サブスクライブ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 。今回添田剛選手と共に、お送りしてきましたけれども、添田選手、はい、いかがでしたでしょうか。めちゃくちゃ楽しかったです。あ、よかったです。僕こういうなんか動画はあんまり出たことがなかったので、はいはい、僕自身がなんかいい勉強というかあ、こういう楽しくやってるんだとか、はい、なんか僕が説明していく中でも何気なく自分の中で説明した中でまた発見があったりとかあったので、まあ、それ良かったですね。いや、本当にありがたいですね、はいはい、やっぱこうね、いろんなことをやっぱ感じたことを伝えてくれる選手の言葉っていうのはすごく僕は大事だと思いますので、うん、ぜひまた、はい、機会があれば、はい、お願いします。ぜひまた遊びに来てください、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!